皆さんこんにちは、チョコンです。ということで今回もeFootball2023今週の週間 FP ランキングいってみましょう。今回からランキング形式で紹介していくようになります。11位から1位まで一気に紹介していきましょう。3回限定で無料券が多分あると思うんで、4回引けるはずです。メンバーこんな感じとなりました。まあ偏ったリーグ選出にはなっていますが、開催リーグも一部なかったりしたんで、まあそんな影響でしょうか。告知されていたのはベリングムサカクンデだったようです。サカミスりました。ちょっと、ね、全体の、ね、メンツは地味です。まあしょうがないですね。まあ大体順当にね活躍選手来たかなって感じがします。ということでランキング形式で紹介していきます。あくまで私がつけたランキングです。手持ちによって人によってはね評価がちょっと変わるかもしれません。まず第11位がバンデルソン。まあこの選手スキル追加が今回残念ながらなかったのが一つ大きいかなと思いましたし、あと右ハーフで試合出てたっぽいんですけど、なんか右サイドバックのままっていう、まあフランスイベントがなかなか来ない中で使われる頻度とか考えると、なかなか優先されないのかなって気がします。ガチスカは遠いでしょう。スキルつけられないのもかなり痛いです。超攻撃的なサイドバック。第10位はドックですね。星4レベルってなるとちょっと気になっちゃいますね。もちろんスピード瞬発ドリブル周りは割とね数値高めではあるんですけど、やっぱボルコンとかボールキープとか低いし、パス決定力習慣らしく全体強化ならせめて70はね突破してて欲しかったですね。今回ワンシューがついたのでそこだけは大きいです。ウィングしか使えません。まああと今回のガチャとりあえず私が確認した中で言うと2人逆足上がってるんですよね。まずはその1人がドクなんですけど、逆足精度普通から高いになってます。今までまあ1回2回ぐらいなんか逆足アップしたことあったんですけど、そういうのも今後はやってくるんでしょうか。やや低いのね逆足の選手とかはもうせめて普通とかにしてほしいですか。やっぱスキル追加がねできない以上ハイライトの強みがかなり強まってるんで、習慣も何か変化を加えないと習慣構成がねかなり死んじゃいますね。そして第9位はゴールキーパーレイノ。まあクリアリングがね80届いてないですけど安定のゴールキーパーではあります。しっかりと大事な部分は80超えてきて低弾道持ち、まあ、身長も190くらいはあるんで、まあ、ライバプテと A で、ゴールキーパー難民の方はね使えるかもしれません。 B 固定のねキーパーとかいるとなかなかね選択肢に入らないのが現状です。続いて第8位は PK ストッパー追加ベルフワイン。まあ、フィジカル面のね能力が素晴らしいでくて、スピード瞬発しっかりあってボディコンが高いですね。まあ、ただそこよりも、まあ、ボールキープの数値とか、パス決定力もうちょっと欲しかったですし、オフェンスセンスとかの数値もうちょっと正直欲しいですね。豊富なシュート系この辺に、魅力は詰まっていますが、適性が基本サイドしかできないんで、そこもちょっと難点でございます。そして第7位がディアハビ選手。もともとセンターバック登録で今回 DMF に変更と、もともとハードプレスからボックスというボックスに、 DMF は薄い適性から濃い適性に今回変更入ってます。あとはスキルですね、ワンシュートワンパがついたようです。まあ、変化量だけで言えば評価上げていいかなと思いましたし、まあ、スペインのリーグイベントでも使えるってことを考えたら人によっては評価上げてもいいのかなと思ってこの順位少し高めにしました。気になるところで言うと中盤として使うならスタミナ81が気になりますね。まあ、守備能力とあとフィジカル、まあ、対人戦とか強そうですし、あとは守備系の豊富なスキルが魅力的な選手かなっていう感じ。特に家庭用で DMF でディフェンシブつけるならありの選手かなって思いました。星4とは思えない面白い能力はしてると思います。ちなみにこの選手も特に続いて逆足上がってます。精度が高いから最高になってるんですよね。この選手左足でゴール決めたっけな、ちょっと覚えてないですけど、そういう成績によって逆足上がるんでしょうか。続いて第6位イサク。イサクに関しては直近で出たので少し順位を落としておきましたが、まあ、ワンパついたしダブルタッチもなんかついたし特殊がねできるようになってます。ただ直近ね指名契約結構いいもの出てたし、もうそこで取ったっていう方にとってはちょっと順位落ちるんじゃないかなということで、その辺込みの順位は落としてみます。まあ、今回ついた、スキル素晴らしいスキル2つなんですけど、消えたのがシザーズとチクーラターンというね、またいいスキル消してくれてるんで、まあ、そこだけはね評価かなり高いかなと思うんで、特にアプリでチクーラターン発動させたくないならこの遺作、取ってもいいのかなって思いました。さあ続いて第5位はロードリですね。まあ、やっぱりアンカーのこういうタイプの選手バランス育成しちゃうとちょっと尖りが足んないよねっていう枠ですね。今回足裏の代わりにスライディングが追加になったようです。まあ、あとは登場回数的にもハイライトを何度も出てたりとかしますし、まあ、持っているという前提であると順位が下がってくるのかなって思っちゃいますね。今回ハーランドじゃなくてロードリを選んできた。ハーランドまたなんかでね、来そうですし、なんなら2ゴールじゃねハーランドは出せないんですかね。ハットトリック以上を目指してもらいましょう。やっぱりバランス育成がちょっと気になっちゃいますね。まあ、スキルはね完璧なだけにちょっと惜しい感じもします。今回ブロッカーが追加されていたらまた変わったかもしれないですね。そして第4位はクンデ。まあ、クンデも登場回数非常に多いのでちょっと順位は下げたんですけど、今回バックスピンロブがついているようです。
まあ、全体バランスの良さっていうのが魅力ですかね。一応センターバックもこなせますが、右サイドバックが無難起用でしょう。今回オーバーラップがビルドアップになってるんで、一応センターバックで使いやすくちょっとはなったかなっていう気がします。まあ、身長面考慮するならやっぱ右サイドバック度安定だと思うんですけど、まあ、スタミナ気になるとか、スピード瞬発もまあめちゃくちゃ速いわけではないから気になるっていう方はセンターバックもありだと思いますし、2つのポジションこなせるような能力を持ってるのはさすがですね。ただハイライトたくさん出ている中で、各番持ってる方にとっては残念枠となっちゃうかも。そして第3位はエストピニャン。エストピニャンは素晴らしい強化してもらってますね。今回スキルはワンパから、スルーパーピンクロパス系3つつきました。エストピニャンもともと持っててもおかしくない3つのスキルが追加されて、かなりパワーアップしたかなということで順位を上げました。まあ、能力自体も全体的に、70代結構多いですし、80代スピード瞬発スタミナなんかはしっかりと持ってますので、まあ、攻撃的にサイドバック運用するならありだと思います。4バックじゃなく5バックの方が度安定だと思いますが、バリバリ攻撃参加させたいっていう方におすすめの、ね、サイドバックキャラクターですね。全然サイドバックキャラクターを求めてないって方にとっては順位も結構下がると思います。一応リーグイベントでも使えるんで、まあ、その辺は当たった方取っておいてもいいのかなって思える選手です。ライブアップデート結構乗ってきそうなんで今後も期待できますね。さあ続いて第2位は私が予告動画で当てられなかった坂です。ダブルタッチが今回追加されたんで、まあ、過去版よりも進化してダブルタッチが欲しかったという方は週刊過去版全て乗り換えてもいいかなと思います。ただ、まあ、ハイライトはね自分好みにできる点を考えるとハイライトでも正直大丈夫。ドリブルの数値、スピード瞬発、この辺はねかなり抜けているものありますし、だいたい80前後っていうのはね非常に多くなっている数値ばかり。まあ、今回ダブルタッチもついたので、まあ、その辺を大きく評価するのであればかなり魅力的ですし、今回消えたのが PK キッカーですね。いません。まあ、強いてあげるなら決定力80乗せとか、まあ、あとはシュート系の追加ですよね。あれ婚家つけないんだ。まあ、できたらまあシザーズとかのけて婚家とかつけてくれれば最高でした。まあ、あとはサイド限定起用というところにありますので、まあ、サイドの、ね、ポジションフォーメーションを使っているっていう方は限定には基本的にはなってきます。どういうフォーメーションを使っているかっていうのもね、そういうのもポイントだと思います。そして今週の第1位はベリンガムです。まあ、残念なお知らせ1個言うのであれば、インターセプト消されましてエッジターンがなんかついたようです。いりません。まあ、スキル追加ができない習慣というその強みがね逆に出てしまう、裏目に出てしまうパターンですね。ただ全体的な能力バランスさすがですし、スタミナ90に走り負けませんし、体の強さ、守備能力、足元パスも悪くないでしょう。決定力もね80弱まであるし、ワンシュー持ち素晴らしい。まあ、スルーパスがね相変わらずつきませんでしたが、豊富な適性、今回 B2B 変わらずでしたね。 OMF になって何になるのか気になってましたが、そのままでした。ただ私は CMF で攻守にわたって活躍するみたいなイメージを持ってこの選手は使いたいです。まあ、これからライブアップデートもね今週のようにしっかりと乗ってくることを考えたら、まだベリンガムもライブアップデートをつかないしいいやって思ってて、そういう方はね狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。ということで今週第1位ベリンガムでした。さあ皆さんねどういう選手が当たったか教えてください。私は無料分誰狙おうかな。こちらのチャンネルリーフットボール情報で紹介してます。他のガチャに関してはね次の動画で紹介していきます。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。